お世話になっております、マサルです。この動画シリーズは私から皆さんにいろいろな質問をします。皆さんは質問に答えながら動画をご視聴ください。質問に答えながらご視聴いただくと思考を整理することができるので学習効果がぐっと高まると思います。それでは今回も一緒にお話をしながら勉強を楽しんでいきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。今回の動画は令和7年度春の応用情報技術者試験午後問題をテーマにお話ししていきます。この年の午後問題のセキュリティ分野ではサイバー攻撃への対策としてランサムウェアによるセキュリティインシデントが発生します。なおランサムウェアの概要については前回の動画ランサムウェアの前編でお話ししています。もし前編の動画を見ていない方は前編の動画も見てみてください。それでは少しだけランサムウェアの概要を思い出していきましょう。ランサムウェアとは PC やサーバーのデータを勝手に暗号化して使用できない状態にした上でそのデータを複合するための金銭を要求するソフトウェアの総称ですよね。金銭を要求するという部分がとても特徴的です。昔はデータを使える状態にしたければ金銭を支払えという脅迫だけだったのですが、最近は脅迫の手口が増えていてランサムウェアによる四重脅迫という言葉が聞くようになりました。ではランサムウェアによる四重脅迫とはどのような脅迫でしょうか。データを復元したければお金を払えという脅迫以外の3つの脅迫を答えてください。ランサムウェアによる四重脅迫の2つ目は盗んだ重要情報を公開されたくなければ金銭を払えという脅迫、3つ目がランサムウェアに感染したことを利害関係者に連絡されたくなかったら金銭を払えという脅迫、最後に DDoS 攻撃など別の手法で攻撃されたくなければ金銭を払えという脅迫です。四重脅迫の内容はしっかり覚えておきましょう。そしてランサムウェアに対する予防対策についても前回の動画でお話ししましたよね。万が一データが暗号化されてしまった場合でも復旧できるように〇〇が大切ですとお伝えしました。ではデータの復旧のために必要な予防対策とはどのような対策だったでしょうか。思い出してみてください。データが暗号化された時に復旧できるようにする対策は適切なバックアップの運用が大切でしたよね。しっかりデータがバックアップできていれば万が一ランサムウェアによってデータが暗号化された場合もバックアップしたデータから復旧することができますからね。ただ注目してほしいのは適切という部分です。ランサムウェアの予防対策としてどのようにデータをバックアップすればよいのでしょうか。今回は適切なデータのバックアップをテーマに一緒に考えていきます。それではここからが今回の動画の本編です。ランサムウェア対策のバックアップについて勉強していきましょう。まずは今回の午後問題でどのようなインシデントが発生したのか簡単に説明します。攻撃者はインターネットから P 社内の PC に侵入します。そこから C 社内に侵入、最終的には C 社内の管理者 PC まで侵入して販売管理システムを構成するそれぞれのサーバーでランサムウェアを実行し、サーバーのデータを暗号化して利用できない状態にしました。サーバーのデータが暗号化されてしまうと、もちろん販売管理システムが正常に機能しなくなります。これが今回の問題で発生したセキュリティインシデントです。では、ランサムウェアに感染してしまった C 社では、その後どのような対応をしたのか見ていきましょう。ランサムウェアに感染した C 社では、バックアップセグメントにあるNASにバックアップしているデータを使ってデータの復旧に成功します。 C 社はしっかりバックアップをしていたのでデータを復元できたということですね。ただデータを復元することができたのですが、
このセキュリティインシデントを担当したセキュリティの専門家は、今回のバックアップについてこんな指摘をします。インシデントの報告日の前日にランサムウェアに感染して暗号化されていた場合、バックアップデータからの復旧に問題が生じた恐れがある、このような指摘です。つまり今回は運よくバックアップから復旧できたけど、運が悪かったら復旧できなかった可能性がありますよ、という指摘です。では専門家はどうしてこのような指摘をしたのでしょうか。 C 社がどのようにバックアップをしていたのか、その運用方法を確認してみましょう。 C 社ではサーバーのデータを毎日午前0時30分から午前1時30分の間にバックアップを行っていました。月曜日にデータのフルバックアップを行い、火曜日から日曜日まではデータの差分バックアップを行っています。このようなバックアップの運用です。図にするとこのような感じですよね。月曜日にフルバックアップ、それ以外の日は差分をバックアップしています。そして今回攻撃者がランサムウェアによって暗号化したタイミングなんですが、月曜日の3時15分以降です。それでは皆さん、この状況から専門家はなぜバックアップのデータから復旧に問題が生じた恐れがあると指摘したのでしょうか。少し考えてみてください。では解説していきます。 C 社では月曜日の午前0時30分から午前1時30分の間にフルバックアップを行うんでしたよね。攻撃が発生する前にフルバックアップをしていることになります。なので無事にバックアップしているデータから復旧することができました。しかし運悪く攻撃者による攻撃がフルバックアップの前だったとしたらどうでしょうか。例えば攻撃者が前日にランサムウェアによってデータを暗号化したとします。暗号化された状態でフルバックアップをしてしまったら、暗号化されて使えない状態のデータがフルバックアップされてしまいますよね。こうなるとバックアップされたデータが暗号化されていることになるので、バックアップデータからデータを復旧することができなくなってしまいます。つまり暗号化されたデータで上書きされる可能性があったので、運が悪ければバックアップデータからデータを復旧することができませんでしたよ、と専門家は指摘しているんですね。ここで思い出していただきたいのが、冒頭紹介したランサムウェアの予防対策の資料です。ランサムウェアへの予防対策として適切なバックアップ運用を行うとありますよね。バックアップを取得するだけではなく、どのようにバックアップを取得するのか、バックアップ運用を適切に行うことが大切ということです。適切に行われていないと、今回の C 社のようにバックアップしていたけれども、バックアップしていたデータが暗号化されてしまい復旧できなくなるというトラブルが発生してしまいます。そうなるとバックアップの意味がなくなってしまいますよね。では皆さん、適切なバックアップ運用とはどのようにバックアップすればよいのでしょうか。例えば今回の C 社の事例だと、バックアップ運用をどのように変えればよいと思いますか。少し考えてみてください。では適切なバックアップ運用についてお話ししていきたいと思います。実は重大脅威の資料の中で適切なバックアップ運用について説明してくれているページがあります。この中で適切なバックアップ運用について 3-2-1 ルールというものが紹介されています。3-2-1 ルールとは、データをコピーして3つ持ち、2種類のメディアで保管し、バックアップの1つは違う場所で保管するというルールです。例えばサーバーのデータを2つバックアップを取ります。この時データは3つ存在することになるので3です。このうちの2つを別のメディアで保管します。例えば1つを NAS、 もう1つをクラウドストレージで保管します。2種類の別のメディアに保管しているので2、こ
この時クラウドストレージは会社とは物理的に離れた場所で保管することになります。よってバックアップの一つは違う場所で保存するというルールで1です。このように3、2、1ルールでバックアップを取ることが適切なバックアップ運用として紹介されています。今回の C 社の事例で当てはめると3、2、1ルールを満たせていませんよね。データのバックアップは1つしかありませんし、そのバックアップは同じ社内の NAS で管理しているので、これを3、2、1で当てはめると2、1、0になっていますね。これでは適切なバックアップとは言えません。バックアップの3、2、1ルールはしっかり内容も覚えておきましょう。あともう一つバックアップ運用について覚えていただきたいことがあるので紹介します。実はセキュリティの専門家は NAS に侵入されてバックアップデータが暗号化されるリスクもあると指摘しています。この指摘を受けた担当者は NAS に加えて丸々バックアップに対応したストレージにバックアップデータを保存するとありますね。では丸々に当てはまる言葉を考えてみてください。ただこれはちょっと難しいのでヒントを出しておきます。丸々バックアップでデータを保存すると、一度作成したバックアップデータをその後変更削除できないようにすることができます。ではこの〇〇バックアップの〇〇に当てはまる言葉を考えてみてください。それでは正解の発表です。正解はイミュータブルバックアップです。イミュータブルとは不変のとか変更できないという意味です。通常のバックアップは変更や削除が可能なので、ランサムウェアによって攻撃をされるとバックアップデータが破壊されてしまうリスクがあります。しかしイミュータブルバックアップであればデータを書き換えることができないので、ランサムウェアによって暗号化されるリスクを大幅に下げることができます。イミュータブルバックアップという言葉も覚えておきましょう。ちなみにイという言葉が大切です。イミュータブルは変更できないという意味、ミュータブルは変更できるという意味です。インポッシブルとポッシブルと同じようにイがつくつかないで全く別の意味になってしまうので、しっかり言葉の意味も覚えておいてくださいね。というわけで今回は適切なバックアップをテーマに一緒に勉強しました。バックアップしているだけではランサムウェアの予防策としては不十分です。適切なバックアップ運用を行ってバックアップを取得する必要があります。今回紹介した適切なバックアップとは3、2、1ルールでしたよね。その他にも適切なバックアップの方法に関して世代管理も大切です。もっとバックアップについて知りたいという方は10大脅威の中にバックアップ運用について参考になる資料がたくさん載っているので見てみてください。そしてここで一つ残念なお知らせなんですが、今回の適切なバックアップをすればランサムウェアに対してしっかり予防ができているかといえば、全然そんなことはありません。今回の適切なバックアップを行って守れる範囲というのは最初のデータの復元に対する脅迫だけです。それ以外の脅迫に関してはバックアップだけでは対応することができません。なのでその他の脅迫に関しては別の対策が必要です。次回の動画ではそれ以外の脅迫に関してどのような対策をするべきか勉強していきたいと思います。ということで今回はランサムウェア周辺、ランサムウェア対策のバックアップについて一緒に勉強しました。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。また9月は秋試験に向けた勉強会ツアーを開催しています。オンラインコミュニティのメンバーは無料で招待しています。一般参加もコンパスから受け付けています。ちょっとモチベーション上がらないなという方は一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。